明日から火曜日にかけて広い範囲で大荒れの天気になる恐れがあります。で、予想天気図まず見ていただきますと、月曜日の段階で本州の南海上に発達中の低気圧が進んできます。後ろ側に寒冷渦と呼ばれます深い気圧の谷を伴っていまして、この低気圧急速に発達します。で、また低気圧に向かって暖かい空気が入る、これによって雨雲も発達するといったことが予想されます。で、雨と風のピークを時系列で見ていただきましょう。このようにですね、まず西日本はもう明日日曜日から強い雨が始まりまして、月曜日にかけて雨風強まります。特にこの赤く塗られているところ、これは暴風に対しての警戒エリアとなります。こちらではですね、瞬間的には30メートル以上の突風が吹くことも想定されますので、風による被害、また雨による冠水等への影響、十分な注意が必要となります。で、さらに東日本は月曜日が雨と風のピークになりますし、北日本、東北にかけては月曜日から火曜日がそのタイミングといった形になります。この低気圧発達しながら本州付近広く影響を及ぼすといったことが想定されますので、最新の情報を引き続きご注意いただきたいと思います。以上、低気圧の予想についてお伝えしました。